ドン・ローザはアメリカ合衆国ケンタッキー州ルイベル出身の漫画家イラストレーターであるスクルージ・マクダックやドナルド・ダックなどのディズニーキャラクターが登場する作品でよく知られている代表作はザ・ライフ・アンド・タイムズ・オブ・スクルージ・マクダックドン・ローザ・ローザという名字は先祖がイタリア人であることを指している実際彼の祖父ジョアキーのローザは北イタリアの アルプス山脈の麓のポルデノーネ地方にあるマニアーゴという小さな村に住んでいたが、息子、ヒューゴローザが生まれてすぐの1915年、アメリカ合衆国ケンタッキー州に移住した。そのヒューゴローザはケンタッキー州で結婚。その相手はドイツ系アメリカ人を父に持ち、スコットランドとアイルランドの血を引く女性を母に持つ人物だった。1五十一年、 二人の間に、ケイノ・ドンヒューゴローザが生まれた。その名は、彼の父親と、彼の父方の祖父の名を取られた。ケイノという名前は、祖父の名前を縮めたものである。ドンローザはいつも漫画を制作するのが好きだった。文を書けるようになる前に漫画を描き始めていた。しかし、大体彼は常に、ストーリーに焦点を当てていた。というのは、絵というのは、 話に差し絵をつけるためだけのものと考えていたからである。高校生になるまでに漫画の中に登場させたキャラクターはホーリーとジョーという小さな男たちである。大きくなってから好きになった漫画はウエスタンパブリッシングのアンクルスクルージと DC コミックスのスーパーマンのシリーズである。1969年ケンタッキー大学に入学。 1973年には土木工学で学士号を取得し卒業。ローザ初の本格的な作品は1971年に制作したランスロットパート・ウィラビーの登場するコミックストリップだった。ケンタッキー大学の学生新聞座ケンタッキーカーネルはローザのコミックストリップに政治的な風刺を求めた。後にローザはこのキャラクターを主役にした。 冒険物語を作ろうと考え、ロスト・イン・ザ・アンデスを制作した。それからローザが卒業するまでにザ・パート・ウィラビー、ペーパーズとも呼ばれた作品が全部で127話出版された。そうしているうちにローザは、漢字員にも特化してきて、アイ・インデックス・オブ・アンクル・スクルージ・コミックスという作品集を出した。彼自身による序章には、スクルージは漫画の歴史において、 私のお気に入りのキャラクターであり、バークスは私の好きな純粋な漫画家である。だからやりすぎないように気をつけるつもりだ。とある。学士単位を取った後、ローザは副業として漫画を書き続け、自身の作品で稼ぐということはあまりしなかった。主な収入は彼の父方の祖父が設立し、その息子にしてローザの父親であるヒューゴローザが引き継いだ会社。 キーのローザタイルカンパニーの仕事から得ていた。ローザは1974年から1979年の間、月刊のファンジーンザ・ロケット・エス・ブラストコミコレクター誌で、コラム・インフォメーションセンターを担当し、作画も自分で行った。1976年から1978年の間には、パート・ウィラビー・ペーパーズを再連載した。ローザは、 地方カミルイビルタイムズのためにコミックストリップのキャラクターキャプテンケンタッキーを生み出すことによってよりプロフェッショナルな漫画制作の希望をつかんだこの作品は1979年10月6日に出版が始まり1982年8月15日に全150話を出版したところで連載終了したローザは 連載に費やした3年間は無駄だったと感じ、向こう4年は漫画の制作を一切しなかった。2001年になって、ノルウェーの出版社が Z ブックが、ローザの手掛けたディズニー作品ではないザ・パート・ウィラビー・ペーパーズとザ・アドベンチャーズ・オブ・キャプテン・ケンタッキーの2冊をハードカバーで出版した。ローザは1980年にアン・ペインという教師と結婚した。 二人の間に子供はない。1985年、ローザは小さな漫画専門店でディズニーキャラクターの出てくるグランドストーン社の漫画本を見つける。子供の頃からドナルド・ダックやスクルージ・マクダックの出てくる漫画に魅了されていたローザにとってカール・バークスはアイドル的な存在だった。すぐさま編集者であるバイロン・エリクソンに電話し、 自分がスクルージの漫画を描くために生まれてきた唯一のアメリカ人であることを伝えたところ、バイロン・エリクソンから OK をもらい、漫画のストーリーができたら試しに送ってみろ、という話になった。その翌日ローザは初めてのダック漫画であるザ・サン・オブ・ザ・サンの制作に取り掛かった。この作品はハーベー賞にノミネートされるほどヒットした。この作品のあらすじは、 ロスト・イン・ザ・アンデスと同じで、彼はそれをドナルド・ダックやスクルージ・マク・ダック、ヒューイ・デューイ・ルーイ、フリント・ハート・グロン・ゴールドといった人物に置き換えた。1989年、ローザはグラント・ストーンで仕事をしていたが、ライセンサーであるディズニーが話に独自のアートを持ち込むことを許可しなかったため、オリジナル作品でも収入を得ていたローザはグラント・ストーンを辞めた。追加金がなかったら、 漫画で生計を立てることができなかったとされている。オランダのオベロンでいくつか話を書いた後、アメリカ合衆国の子供向けディズニー雑誌ダックテールを出版する会社からオファーが来て、その会社はグラントストーンより高い給料を払うと、ローザに懇願した。ローザはバックインタイムフォー、A ダイムを書いた後、給与問題ですぐに辞めたが、彼には大したことはなかった。 ローザの作品の中で興味深いものの一つに隠れ、ミッキーがある。ローザの関心は、ダック一家に関する話を作ることだったが、漫画の上部やコマの中には、さらには、恥ずかしい場面や望んでもいないところに、小さなミッキーマウスを描くことも珍しくなかった。例えば、ザテラー・オブ・ザ・トランズバルという話では、象の足の裏にぺしゃんこになったミッキーマウスが描かれている。 これは面白みを持たせるためのギャグである。また、アタックオブザ・ヒディアス・スペース・バーミンツという話では、スクルージの貯金箱の乗った小惑星が2つのミサイルと共に月に衝突し、その後がミッキーマウスの頭のような形で残る。ヒューイ・デューイ・ルーイがスクルージにミサイルが月の裏側に当たったことを伝えると、スクルージは法的トラブルになることを考え、 誰も見に来ていないことにほっとした。三人の騎士が登場する二番目の話においては、カピバラが後ろ足で立ってその上に、果実や干木、葉っぱなどで、ミッキーマウスの形を作っているのに、ドナルドが驚く場面があるが、ミッキーマウスを見たことのないホセキャリオカとパンチートには、何のことだかわからず、ドナルドが疲れているだけだと言い訳をするという展開になる。 その後三人の騎士が密漁現場から動物たちを逃がしている場面においてもミッキーマウスを連想させるものが確認される。ザクエストフォー彼らにはアクセリガルエン彼らを連想するようなカバーがネタになっている。ローザのオリジナル作品であるルにはほんの少し見えるだけだが、これのディズニー版にはミッキーマウス柄の家具が見える。ありがとうございます。